ないキラキラネームー。ないやつだー。やったー。後藤です。ママです。りょうです。えりです。最強クイズ王集団カピーというチャンネルです。よろしくお願いします。ゲストが何やってきてんだよ。ないキラキラネームですね。ないキラキラネーム。前回僕がね企画させていただいた時にない縦読みクイズっていうのをやらせていただいたんですけども、まあ今回もね。私あれ。そうなんですよ。確かに。はい。そのないシリーズということで今回ねももさんの活躍にも期待なんですけども、キラキラネームってありますよね。ありますね。ふかちゅうくんとかドレミちゃんとか最近そういう名前の子いますけど、まありこさんも結構キラ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 ネームよりではあると思うんですけど、リコーさん、リコーです本名。だいぶ珍しいですよね。同じ名前の方僕見たことないんですけど、真島リコーさんしか知らないですね。あ、確かに真島リコーがいたわ。字違いますけどね。字違うけどね。漆オール、漆オールの人です。今回はですね、ツイッターのありえないキラキラネームボットというアカウントからの出題に。まあこれどういうボットかというと、まあ普通だとありえないような架空のキラキラネームを作り出して、それの読み方を乗っけてるみたいなアカウントなんでね。ちょっと例題欲しいな。とりあえずじゃあ1個例題をお見せしようと思います。1つ目こちらなんですけど、これはまあ山田何さんでしょうみたいな。あ、俺いけるか。クイズでございます。これいけそうですか。ここに入るのはじゃあ何でしょうということで皆さんせーので言っていただいて、せーのゆーま。はい、そういうことですね。これ山田ゆうまくんといういいね。漢字6文字でひらがな3文字ということでございます。まあこういうノリのがこれから出てきますので。でも音声としては普通の名前よ、山田ゆうま。確かにそうですね。全部が全部ありそうな名前かはちょっと見ていただいてということで。急になんかチュパカブラです。種類いろいろあるのに山田チュパカブラです。そういう残念です。ネッシーから行くよ。ちょうど6文字でチュパカブラかもしれないですね。正解でプラス1ポイントのボードクイズです。で、最も得点が高かった人が優勝ということで、それでは早速行ってみよう。はい。では第1問でございます。はい、お願いします。こちらです。何これ。これは山田何君でしょうという問題ですね。いやーでもな、ユーマは言うてさ、名前っぽかったな。これ違くない？名前っぽいかはもう置いといてください。違くないですか？ありえないキラキラネームを。表記むずいな、確かに。表記はゆるめに取ろうと思います。いや思いつかねえ。はい、じゃあこちらで締め切らせていただこうと思います。じゃあリコさんからお願いいたします。はい。家まりです。家まり、あーなるほど。ここ家と呼んで、ここまりと読むと、まりもみたいな感じですかね。まりもっぽいなとは思ったんですけど、なるほど。物件がちょっとなかなかここをどう解説するかですね。難しかったんで、みんなどう解説したのか。じゃあももさんかなり早く書いてましたけど、どうでしょう。これスーモくんですね。あ、山田スーモくん。はい。AT さんもスーモくん。スーモくん。正解は。山田スーモくんでした。名前になんないじゃん。さっきユーマを出すなほな。見て見て、こうやって書いたらそうです。うですね。想定解はひらがなのうの方なんですけど、まあどっちも正解ということで。1問目でこれだいぶちょっと今後が不安になるから。ちなみにこれ結構全体の中だとありそうな方です。まだありそう。もっとない。これは全然僕はいそうだなと思っちゃいました。やばい、ジェネレーションギャップがあるぞ。ここにまず感覚が狂っちゃってるかもしれないですね。じゃあはい、2問目いきたいと思います。2問目こちらです。はあ、1文字になりましたね、漢字。あ、ももさん早い。またまあこういうことか。まあこういうことだろうね、多分ね。ひらがなで書いとく。これもまあ表記は緩めで。オッケー。まあいるよねでもね。いるんですか。でも徐々にもう洗脳されてきてます。2問目にして。この人います。スポーツ選手とかにいるんじゃないですか。ああ、確かに。ちょっとハーフみたいな感じですかね。もしかしたらそう。どこのハーフかわからないですけど。じゃあもうこの問題はね、結構皆さん書くの早かったんで、せーのであげちゃいましょうか。せーの。あ、皆さん同じガーファ君。ガーファ君ですね。ということで正解は山田ガーファ君でした。君なんだ。ガーファ君。ガーファちゃんか。確かに性別不詳なんですけど。これね、Google と Amazon と Facebook と Apple ということですね。ということで、これでガーファ君と呼びますという問題でございます。山田ではあるんだな、常に。そうですね。名字はめちゃめちゃ普通っていう。そこはコンプレックスで、ちょっと逆に名前をちょっとバランス取んなきゃいけないんで。じゃあ続いて3問目参りましょう。こちらです。また山田なんですけどね、これむずいな。で、1位安。これはベタモンじゃないな。ベタモンとかない。2もベタモンだったね。早かったですからね、数も。ちょっとむずいな。見た瞬間書いてましたもんね。1個ヒント言っておくと、これ1位って読まない方がいいかもしれないですね。1位、2位の1位ではないですね。1位で区切らないってことそこ一つのまとまりじゃないっていう。これあんまり塊ではないですね。スーモくんとかガーファくんみたいに、この文字列自体がその名詞を表してるかと言われるとちょっと微妙。名詞が答え。名詞が答えではあります。まあこれあれですね。キャラの名前ですね。作品知ってても知らなくても、例えば AT さんとかはそのネットミームみたいな感じで知ってそうですね。ミームで検索し始めた。やばい。僕もその作品知らない時から知ってました。その作品知らない時から知ってた。いや書いた俺。お。じゃあこれ締め切りますと。AT さんからお願いします。ワンワンクライヤー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 。クライヤー。ワン。ちなみに何かのキャラですか。わかんない。いるかもしれない。いるかもしれない。なるほど。ワンマンクライヤー。なるほど。じゃあ桃さんお願いします。分からなかった。なんか腕使ってなんかアンパンマンとなんかアンパンマンみたいなワンパンマンみたいな。ワンパンマンいますね。漫画のタイトルでありますね。確かに。ワン。アンパンチしてるアンパンマンかな。なるほど。なんか安い。違うなと思って、安いとか失礼だなと思って。なるほど。ワンパンマンさんに失礼かもしれない、これは。わかんないです、ちょっと。じゃあ最後リコさんお願いします。あ、これシャンクスですね。シャンクスくん。なる、これどういうことですか。わかった。腕1本ぐらい安いもんだみたいな。なるほど。言ってた。はい。じゃあということで正解は山田シャンクスくんでした。やったー。最後ひねり出しましたね。ひねり出しました。そうですね。安いもんだ、腕の1本くらいみたいな名台詞がありますけども。ワンピースだ。ワンピースです。ワンピース。にわかのまま着てしまった。はあ。でも多分一番そうですね、有名なシーンですかね、おそらくワンピースの第1巻で出てくる。子供の頃のトラウマ。そうですね。腕を食いちぎられるシーンありますけど。ということでリコさんお見事でした。やった。シャンクスくんでございます。シャンクス。1本くらいだったらさ、1本くらいですね、これは腕1本くらい安いね、漢文みたいな代理店が必要なんですけどね。安いもんだがね、そうですね、最初に来るからね、漢文スタイルで。4問目いきたいと思います。今回はフルネームを当てていただきます。こちらです。いやいやいや、山田じゃなくなっちゃったよ。ついに名字が山田じゃなくなったんですけど、これ全体で何さんでしょう。今回はフルネームを答えていただくということで。名字のキラキラってなんだよ。なんだよ。確かに名字新しくできないね。ねえだろうな、もう。どういう仕組みなんだよ。名字と名前のちゃんとフルネームの形式で答えなきゃいけない。明確にここがここまで名字みたいな感じではないかもしれない。なるほど。わかりました。俺ワンチャンたるかもだけど。なるほど。なるほど。ワンチャンだから。じゃあ AT さんからお願いします。はい。サンタさん。全然なかった。確かに田んぼ3つで山だからサンタさん。これだったら結構サンタさん。サンタさん濃厚ですね。なるほど。さあ桃さんお願いします。もうビジュアルですよね。山があって田んぼがあって田舎。舐めてんな。確かに。韓国人イが名字なんですよ。なるほど。リさんみたいな。田舎さんね。なるほど。じゃあリコさんお願いします。フルハウスさんです。あ、フルハウスくん。はい。ワンペアと3カードがあるんで。なるほど。確かに。フルハウス。ならフルハウス。なるほど。じゃあ正解発表いきたいと思います。正解は。フルハウス感。マジか。気持ちいい。これすごい。気持ちいい。でもうちは気づいたんですよ。名字全部山田だから、山と田に意味を見出しちゃいけないんだこれ。そうなんですよ。その通りです。マジだ。山田に意味はないんですよ。嬉しい。リコさんの怒涛の追い上げがすごいですね。2問連続単独正解。ポーカー問題やった。ポーカー問題ですね。これ全員ポーカープレイされるんでね。後藤君もね。そうですね。今4人ともポーカープレイヤーという状態ですね。この空間は。じゃあ、5問目いきたいと思います。こちらです。山田何君でしょうということですね。だってアルファベットって設定しちゃダメなんじゃなかったっけ？キラキラの前に。この並び見たことないですかね、どっかで。ないね。いや、見覚えはあるんだけど。見覚えありますよね。どこで見覚えがあるでしょうという。EG って何？あ、そういうことか。で、そのジャンルとかはもう結構絞れてるということで。いや、なんかあれな気はする。あ、なるほど。全員あると思います。あ、本当に？いや、あれやっぱ多いんだけど、DG が何？なるほど。01が何？思い浮かべてるものが違ったらもう詰んでるんだよ。大ジャンルが。大ジャンルが違う可能性が高いです。私は今。大ジャンルを教えてる。大ジャンルですか。大ジャンル。クラッシュ。クラッシュ。中大ジャンルぐらいは衣食住の中の食ですね。ああ、なるほど。食。ちょっと待って。衣食住の食。はい。はい、ということで、じゃあ今回はですね、リコさんからお願いします。はい。山田ワンワンですね、これは。ワンワン。あ、これドッグ。ドッグ。ワン。おお。山田ワンワン。結構納得感が。G とが逆なら。そうね。G とが逆なら。これ逆でいいもん。ワンワン。確かに。いやワンワンです。ワンワンくん。なるほど。じゃあももさんお願いします。ミラノ風ドリア君ですね。なるほど。うわあ、なるほど。ミラノ風ドリア。あ、なるほど。あ、ATさん。ミラノ風ドリア。これはじゃあどういうことですか、ちなみに。こちらはですね、サイゼリアのメニューって今筆記で注文するんですよ。番号を書いて注文するんですけど、 DG01 がドリアの一番有名なやつでミラノ風ドリアなんじゃないかなと思いました。正解です。ミラノ風ドリアくんでした。ドリアくんじゃなくてミラノ風ドリアくんですね。多分これ DG ってドリアグラタンの略だと思うんですけど、そうですね、サイゼリアのメニューの分類がね DG で01一番のまあメインなんですね。ということでサイゼリアの看板メニューミラノ風ドリアくんが正解でした。やった。いやお見事です。やった。私よく紙で注文する係やってたんで、なるほど、それで思いつきました。やった。いや素晴らしい正解です。マジかよ、すごっ。じゃあ第6問目まだある。楽しい。いきたいと思います。ミラノ風ドリア最後じゃないんだ、すごいな。こちらですね。さっきやん。そんな字を使うな、まず。さっきやん。さっきやん。さっきだよ。さっきじゃダメなんですか。さっきではないですね。さっきじゃなければあれかな。さっきじゃなければこれかな。すごいね。嘘だろ。さっきじゃなければこれかな。一回書きますね。さっきじゃないならこれかなっていうの。これ今回別回ありかなと思ってます。あ、オッケー。あ、じゃあ別回も書いとくね、私。なんでもう分かってるやん。別回はあるの？別回あるんじゃない？別回ありじゃないですかと思います。なんか。はい。ということでじゃあまだね書いた逆順でリコさんからお願いします。これ山田ストーカーですね、これ。怖い怖い怖い。確かにもう殺す気で近づいてくる、殺される気がするみたいな。じゃあ次ATさんお願いします。はい、山田コロスケ。いやなるほど。桃さんはいかがでしょう。山田コロッケくんかコロスケくんだな。なるほど、確かに。ということで正解はコロッケくんもしくはコロスケくん、正解でお願いします。確かにね、これコロッケくんですね。コロッケくん。確かにもうパッと見てそれに見えたら結構もうコロッケくんだわ。コロッケになりますね。ベタモンでしたあれは。これベタモンらしいです。見えるかよ。スモークらしい。スモークに近いですね。無理やって。てか普通にサツキでよくないっていう気もするんですけど。サツキでもいいよね。確かに。サツキだとねまんますぎるっていう感じですね。キラキラしてないっていう。キラキラしてない。確かにコロッケくん。コロッケは結構キラキラしてますね、やっぱ。コロスケはちょっといそうですよね。もうあと少し。まだあとで。続いて7問目いきたいと思います。こちらです。また山田君に戻りましたね。これさっきの法則で言ったらこれ4カードくんじゃない。でも今回字に意味があるからね。なるほどね。なんか可愛く見えてきた。コロッケの後だと。そうそう。キコさんもう書き終わってますけど自信どうですか？いやあんまないよ。なんですごい早いじゃんでも。けどもう思いつかない。はいということでじゃあ今回ももさんからお願いします。円が4円ですよね。4円ですね。なぞなぞでよく4円みたいな。ソフトドリンクくんです。いいね。いいね。めっちゃいいじゃないですか。いいか。なるほど。いや全然浮かばんかった。なんでぐらいプロセス経ての。ちょっとサイゼに引っ張られて。ちょっと。確かに。ちょっと後遺症があるかもしれない。2個前のサイゼが。嬉しすぎてあれが。じゃあ続いてエディさんお願いします。円が4つあるんですよね。山田ベンズくんです。読んじゃなくていいよね別にそれ。なるほど。絶妙に全部の集合ないしねしかもこの図。確か3つが多いけどね。4の数のにないから。じゃあリコさんお願いします。山田アウディ君です。なるほど。これはどういうことでしょう。4つの円のエンブレムの車のやつで。そうですね。車のブランドで。ありますね。ということで正解は山田アウディ君でした。めっちゃ早かった。よっしゃー、気持ちいい。そうですね、クイズでも出たりしますね。4つの銀の輪っかでフォーシルバーリングスなんて言いますけど、アウディのロゴがね円4つということで横並びなのも一緒ということで、アウディお見事でした。リコさん。知識。これかなり知識寄りの問題でしたね。気持ちいい。じゃあ最終問題いきたいと思います。8問目いきます。こちらです。いや山田じゃないじゃん。これはもうフルネームを当てていただく問題ですね。どういうことじゃ。当たるこれ。もう僕はそうとしか読めなくなってるんですけど。知ってるからね。出題者なんで。はい。じゃあということで AT さんからまずお願いします。これの読み方を考えればいいですね。そうですね。それっぽい中国語。確かに中国語読みそうなりそう。じゃあリコさんお願いします。メイウェザーですね。メイウェザー、なるほど。ももさんは？メイウェザーです。ああ、お二人一緒ですね。ということで正解はメイウェザーでした。あー、なるほど。最後はね、メイは漢字で読んで、天気はウェザーって英語で読むっていうね、なかなか意味わかんない名前ではあったんですけど、実在のね、格闘家の名前になるということで、ボクサー、そうですね、メイウェザーということで、お二人お見事でした。問題以上です。得点の方はももさん5点、リコさん5点、AT さん4点ということで、リコさんももさんの同時優勝です。おめでとうございます。興味深かったのが5問同士なんですけど、合ってる問題全然違うんですよね。そうですね。珍しく同時優勝なのに相性は良くないなと思いました。ここのももさんの書く時のスピード本当一瞬でしたね。思いついた時の。まあ面白かったので見ようかなと思うんですけど、ちょっと面白そうなのをピックする能力が後藤にあったなと思いましたね。ありがとうございます。になりそうなものがね、ないものを答えるというのでやっぱ負けだけなかったんですけどね。いやー、一歩遅れてしまったのが非常に残念でしたけども、BG での位置とかね、やっぱそのひらめいて嬉しいものがかなり多かったのでね。早かったですね。大ジャンル絞るところまでが、お三方違うところでひらめきが光ってて、すごく面白かったなと見ていて思いました。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、X のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。